剣道をする人にとって欠かせないのが竹刀です。しかし、竹刀と簡単に言っても様々なタイプがあるので、選ぶときに悩む人も多いでしょう。竹刀はどれも同じに見えるかもしれませんが、それぞれで特徴が異なります。今回は、振りやすく、バランスが良い人気の竹刀をランキング形式でご紹介します。リストの最初の製品は、不動心剣道防具コム。剣道防具コムオリジナルの竹刀であり、初心者だけではなく有段者からも人気の製品です。全日本剣道連盟の基準に適合しているため、SSP シールが付いており、安心して使えるのも嬉しいポイント。また、サイズ展開が豊富で、小学生から大人まで自分に適したものを見つけられるはず。安価で購入しやすいのも人気の理由です。リストの2番目の製品は、普及型特上しない日竹しぶり。マダケといえば高品質な竹と評判ですが、基本的に割高になりがちです。しかし、こちらの竹刀はマダケを使いながらもリーズナブルな商品。軽いため持ちやすく、振りやすいと評判です。コストパフォーマンスに優れており、初心者は、もちろん、買い替え用や2本目として購入するのもおすすめです。次の製品は、八角小判型銀柄不完成品株式会社、武藤。正しい握り方を覚えたい人に適した小判型竹刀で、その中でも持ちやすいと評判の八角小判型です。重さや振りやすさ、持ちやすさなどバランスが良い製品なので、稽古用としてもおすすめ。2本組セットになっているのも、嬉しいですね。一般男性用の竹刀を探している人におすすめです。リストの次の製品は、普及型床仕組京都東山堂。全日本剣道連盟の規格に則って作られているため、練習用と試合用の兼用竹刀として安心して使える製品です。竹が良い状態の時に作られているため、振りやすさや持ちやすさ、重さなども不快感がありません。竹もしっかりしているので、練習用としても十分すぎる性能を持っています。次の製品は、一般剣道竹刀旧桜。使いやすいと、長年愛用している人も多い、旧大野竹刀です。一般、大学生用ですが、持ちやすさや振りやすさなどに定評があります。先皮、中締め、銀付け皮仕組みとなっているので買い替える人にもおすすめ。基本的に大人用なので、中高生が使う場合は、使い勝手が少し異なるかもしれません。次の製品は、剣道用竹刀、京都東山堂。厳選された、桂竹が使われていることから、耐久度もしっかりとしている竹刀です。竹が良い状態で作られているので、振りやすさ、持ちやすさなどバランスに優れているのが特徴。初めて使う人も安心ですね。使い勝手が良く、練習用として、より使いやすい竹刀を探している人におすすめです。次の製品は、学校生化最適剣道竹刀旧桜。ハイテックスつばつば留め付きで、中学生用としておすすめの竹刀。男子だけでなく、女子も使用できます。重さも 1.1kg と、手頃なものなので、使いやすさは抜群。振りやすさなども良く、初めて剣道をする人にもぴったりです。耐久度もあるので、長く使えるのも嬉しいポイント。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。